マセラティ 8CM に乗るヌボラーリが1933年のニースグランプリを制した1933年のグランプリシーズンはエッグはヨーロッパドライバーズ選手権のタイトルが設けられなかった2年間におけるグランプリシーズンである。タツヨヌボラーリが7つのグランプリに勝利して最多価値を上げたドライバーとなった。アルファロメオのマシンが開催された36の グランプリのうち19を制止1933年シーズンを設計した。経済的理由からアルファロメオのファクトリーチームがグランプリから撤退した。アルファロメオはエンツオ・フェラーリが所有するスクーデリア・フェラーリにマシンを提供することでグランプリでの活動を存続した。当初、アルファロメオがアルファロメオ P3 の提供を拒否したためスクーデリア・フェラーリは 旧型の 8C モンツァを使用せざるを得ず、不満を覚えたヌボラーリとボールザッキーにはマセラティに移籍した。グランエプルーブの初戦モナコグランプリでは、ブガッティのバルツィがヌボラーリとの最終ラップまで続くマッチレースを制して勝利を挙げた。この年、マセラティ 8CM をデビューさせたマセラティは、アルファロメオの不在に乗じてグランエプルーブで2勝を挙げた。しかし、 シーズン後半には、アルファロメオ P3 の使用を許されたフェラーリが逆襲に展示、イタリアグランプリとスペイングランプリを連勝した。他方、1933年は重大事故が多発したシーズンとして記憶されることとなった。ルイ・シロンと共にスクーデリア CC を設立したカラツオラは、モナコグランプリに向けた練習走行中に重傷を負ってシーズンを欠場した。 9月のモンツァグランプリは高速オーバルコースを使用して計4レースで争われた。第2レースの南カーブ、カンパーリとボルザッキーにはオイルに乗ってコースを飛び出し、2人は自己死した。続く最終レース、チャイコフスキーがまたも南カーブで大クラッシュを起こし、命を落とした。 ドライバーコンストラクターへツロと、ハンス、グランプリウィナーズ18951949、パート2。ザ・ゴールデンエラオブ・グランプリ・レーシング。2007年6月29日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2007年8月5日閲覧。レイフス・ネルマーハンスへツロと、1933. ザ・ゴールデンエラオブ・グランプリ・レーシング。2007年8月13日時点の、 オリジナルよりアーカイブ。2007年8月5日閲覧。ガルピン・ダレン。1933グランズプリー。ザジェルモータースポーツインフォメーションページ。2007年8月8日。時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年8月5日閲覧。ありがとうございます。